イサキ、その刀。待っていたわよ、百鬼丸。どう？手に入れた力、かなり使えるようになったでしょう。目を覚ましておくれよ、美咲姉ちゃん。ドロロちゃんは怪我しないように下がってなさい。百鬼丸、今こそ兄さんの敵、撃たせてもらうわ。美咲、仕方ねえ。兄さんの仇、覚悟。燃えてなくなる。暗いよ。兄さんの仇、覚悟。俺より美咲を見てやれ。わかった。美咲姉ちゃん、大丈夫かい？負けたのね、魔人の力をもってしても。美咲姉ちゃん。でもよかった。私、魔人の力が入ってきた時に間違っているって思ったんです。でも、あっという間に心まで魔人に取り込まれてしまって。百鬼丸さん、あなたは魔人の虜になっていた兄さんを解放してくれたのですね。今なら百鬼丸さんが言ってたこと理解できます。ありがとうございました。そして今までのことごめんなさい。分かってくれたな、それでいい。あ、美咲姉ちゃん大丈夫？お前さん、体が弱ってるみたいだな。鞍馬の山に樹海という医者がいる。俺を育ててくれた医者だ。訪ねてみるといい。そこでゆっくりと休みな。ありがとうございます、百鬼丸さん。お言葉に甘えさせていただきます。ドロロちゃん、お達者でね。あまりおてんばしちゃダメよ。え、おてんばって何言ってるんだい、美咲姉ちゃん。私には分かってるのよ、ドロロちゃん。美咲姉ちゃん。兄貴。ドロロ、行くぞ。うん。
ドロロ。タホーマル、タホーマルじゃないか。ちょっと待ってな、今鍵を開けるから。助かったぞドロロ。しかしどうしてここに。助けてって声が聞こえたんだよ。そうか、他にも捕まっている人たちが大勢いるんだな。ドロロ、俺と一緒にみんなを助けてここから脱出だ。ガッテンダイ。兄貴、タホーマルを見つけたよ。捕まってる人みんな助けてここから脱出するぜ。よし、分かった。俺は第五影光を探して城の上へと向かう。兄貴、頑張れよ。気をつけるんだぞ。うん、行くぞドロロ。うん。凄まじい動きだ。魔人か。仕込み方がレベルアップした。